山中の戦いとは、天文4年8月22日に、武田信虎方と、北条氏綱により行われた合戦である。山中は、海の東部の鶴軍に所在し、軍内の国州、小山田市の所領。富士山登録の山間地で、駿河国今川市、相模国那し里北条市の両国と接する。山中古戦国期の開国では、開守後武田市の内向に、 海の国内の有力国衆、隣国の駿河今川市、相模御北条市をはじめとする、東国情勢が複雑に関係し、乱国状態となっていた。合戦の舞台となった山中の地は、軍内領主小山田氏の所領で、小山田氏は国中において、武田、小山田氏は当主、小中出身神勇気の栄翔の7年には、武田氏と和睦し、武田氏への従属を強める。 合戦に参加した勝沼氏は、武田一族で、盆地東部で、国中と、軍内地方の境界に位置する勝沼に配置され、勝沼氏間を本拠に、小山田氏に対する監視、軍事的支援を担っていたという。国中では、武田信虎による統一が進んでいたが、有力国衆と結んだ駿河今川氏との交渉が、続き、大英元年には、今川勢による本拠、 甲府への信仰を招いていたがこれを撃退し、以来は国境付近において抗争が続いていた。一方、武田氏は今川氏と同盟する後北条氏とも抗争を繰り広げ、同年2月11日に信虎は鶴君猿橋にて北条方と交戦している。同年11月23日に武田、後北条両氏は一時的には睦するが、翌大英五年には再び抗争し、信虎は 相模三岳以上を攻めている。大英六年七月三十日に信虎は、富士北緑の梨の北平において、後方城市を撃退している。駿河では、同年六月二十三日に、当主、宇治地下が死去し、宇治テルが当主となると、今川氏は、武田氏と和睦する。その後も海の国内では、信虎と,と有力国衆の抗争が続き、軍内においては、小山田氏と、 後法上氏の抗争が続いた。天文2年、信虎は関東において後法上氏と敵対する、大木谷上杉氏の当主、上杉智之の娘を、着難春信の正室として迎え、大木谷上杉氏と同盟を結ぶ。智之の娘は解任するが、翌天文3年11月に死去している。翌天文4年6月5日には、武田、今川間の和睦が崩れ。 のぶとらは、駿河へ出陣し、8月19日には、河内領万沢において宇治テルと交戦する。以降、のぶとらと宇治テルは、甲斐、駿河国境で、一進一退の攻防となる。また、今川と対峙していたため、武田の本体は、釘付けとなっていた。この頃、後法上氏は、今川を助けるため、鶴軍へ進行し、勝山記によれば、今川氏に交往する形で、 北条うじつな、うじやす親子は2万4000の大軍で、御殿場から進行し、山中で、勝沼信友、小山田氏の率いる2000余りの武田、小山田勢と交戦した。武田、小山田勢は未国に敗退し、信友や小山田家臣の小山田団長、鶴軍の土豪である、小林佐教女、下の県団らが戦死した。ため和州では風文として、小山田勢の被害を、 打ち捨て700から800、打ち取り360から370と記している。勝山記によれば、同日に、北条勢は、上吉田、翌日には下吉田に放火したという、窮地に陥った、信虎であったが、ここで、武田氏と同盟関係にあった、大木谷上杉氏の上杉智之が、北条氏が留守の相模に侵攻する気配を見せたため、北条軍は撤兵した。 翌年、今川宇治が死去すると話そうの乱では、今川義元に接近、今川と同盟を結ぶことによって、武田、今川間には和睦が成立した。ありがとうございます。